日米女子ツアー、TOTO ジャパンクラシック、第2日。46位で出た渋野日向子、24イコールサントリーは5バーディー、1ボギーの68で回り、通算6アンダーとした。ホールアウト時点で37位。一日を振り返り、今日できることの最大限の力は発揮でき。発揮できたと言えないですけど、まあ、3パットもありましたけど、できたかなとは思います。複雑な思いをにじませた。この日はパーオン率が低かった中で、耐えるところは耐えてというのと、パー5で3つ取れたことがすごく大きかった。取りたいところで取れたことで、その評価になるかな、と前向きに話した。10番からスタートし、12番パー5で2オンさせてバーディー獲得。17番パー5では第2打をバンカーに入れたものの、そこからリカバリーしてこの日2つ目のバーディーを挙げた。後半は2番パー5、4番パー4でスコアを伸ばした。6番パー4でこの日唯一のボギーを喫したものの、直後の7番パー4でスコアを戻した。最終9番パー5では、グリーンに乗せただけとなった第3打のアプローチについて、めちゃくちゃチキりました。慎重になりすぎてしまった1打に苦笑いを浮かべた。最新の米女子ポイントランキングは81位、来季のシード権獲得権の80位以内に入るには、今週と次週の2戦で結果を残す必要がある。全体的にスコアの伸ばし合いとなっている中で、上がちょっと伸ばしすぎていて、4つ伸ばしてこの位置か、みたいな感じ。やっぱり残り2日は、もっとスコアを出していかないと無理だなっていうのを本当に実感している、と正直に口にした。その上で、でも、まずは自分が納得のいくショットを一つでも打てるように頑張りたい。悔いの残らないように、あと2日頑張りたい。さらなる奮起を誓った。渋野日向子は5バーディー、1ボギーの68、自分の力を発揮できた、米女子ゴルフ。TOTO ジャパンクラシック第2日46位から出た渋野日向子は5バーディー、1ボギーの68で回り通算6アンダーでホールアウト時点で暫定37位につけた、最大限の力を発揮できたとは言えない3パットもあったけれど、自分の力を発揮できたかなと思う。パーオン率は低かったけれど、耐えるところは耐えてパー5で3つ、バーディー、取れたことがすごく大きかった、と振り返った。インから出て12番、パー5、で198ヤードから5番ウッドで2オン。12メートルのイーグルパットを1メートルに寄せて初バーディーを奪った。その後もパー5の17番、2番でバーディー。6番、パー4、で3パットでボギーとして、結構イラッとした、というが、すかさず7番、パー4、でバーディーを奪ってバウンスバック。最終ホールの9番、パー5、でバーディーを奪えなかったことに、すごく悔しい、と語ったが、全体を通しては満足げ、すごくメンタルが削られる感じではあったけど、とりあえず短いパットを外したのが1個だけで済んだ。ほぼほぼ決められていたことはすごく良かったかな。集中力もすごくあった、と振り返った。予選落ちのない4日間大会、上がちょっと伸ばしすぎてるんで、4つ伸ばしてもこの位置かって感じ。残り2日間はスコアを出していかないと無理だなって実感している、と上位を見据えながら、まずは自分が納得のいくショットを一つでも打てるように頑張りたいし、悔いが残らないようにあと2日間頑張りたい、と力を込めた。畑岡奈紗、桑木志帆が首位タイに並ぶ渋野日向子は40位タイ、TOTO ジャパンクラシック。日本で開催される唯一の米国女子ツアー、TOTO ジャパンクラシックは第2ラウンドを終えてこの日6つスコアを伸ばした畑岡奈紗と65をマークした桑木志帆がトータル14アンダーで首位タイに並んだ。トータル12アンダーの3位タイに岩井明愛、稲見萌寧、林朱。トータル11アンダーの6位に神谷そらが続く。西村優菜らがトータル10アンダーで7位タイグループ、トータル9アンダー15位タイに吉田優利、青木瀬令奈らが入っている。渋野日向子はこの日5バーディー1ボギーの68で4つスコアを伸ばしトータル6アンダー。山下美夢有、桜井心那らと並んで40くらいタイで終えた。畑岡奈紗が前半に5つ伸ばして13アンダー首位渋野日向子も6アンダーで30位浮上、TOTO ジャパン C 第2日前半。第2ラウンドが行われ、最終組が前半9ホールを終えた。地元、茨城出身で日米通算11勝の畑岡奈紗が前半に5つスコアを伸ばし、通算13アンダーで単独首位に立っている。桑木志帆、稲見萌寧、岩井明愛、明愛が3打差の10アンダー2位で続く。神谷そら、佐々木翔子、武田玲央、リオ、吉田優利、新井優香、林朱、中国、李美香、李美ヒャン、韓国が9アンダー5位となっている。西村優菜は8アンダーで12位に後退している。古江彩佳、笹生優花、原恵梨香が7アンダーの19位。渋野日向子は後半の5番までにスコアを4つ伸ばして、6アンダーの30位につけている。